慎重にならなくたって大丈夫よ。そんなこと言ったって無理。私はアイゼングラント育ちなのよ。それにさっきから水着にヌルヌルしたものが入ってきて気持ち悪い。ちょ、イカが水着の中に入った。こんな波がたくさんあるところで泳ぐなんて。はっ超塩辛い。ついでにイカも塩辛い。ヤクーツクにはちょっと深かったかしらね。海の水は体が浮くから平気なのよ。頭じゃ分かってるけど、いきなりは。なんでビビアンはそんなにスイスイ泳げるのよ。ベルフォレットにだって海はないでしょ。才能何よ。私にだってこのくらいできるんだから。頑張れ。そっか、みんなにとって海っていうのはとても珍しいものなんだよね。いきなり海水浴を楽しもうっていうのはちょっと難しいか。ヤッホープトラ、今日はみんなで海水浴研修って聞いてたけど、これは一体何の研修なのかな。おもちゃの船を浮かべて水着の中にイカを入れるのが研修？クオバトゥ！こんにちは、車掌さん。フレイマリンのお猿さんとはもう会えたかな。クアンの灯台に来てくれればたくさんのお猿さんがパンパン手を叩いて出迎えてくれるよ。猿もいいけど、研修なら洞窟探検もおすすめだよ。スカンダ洞窟まで来てくれたら僕が案内してあげる。ス
パンダ洞窟になんて行っちゃダメだよ。あそこは立ち入り禁止区域。怖い傭兵がたくさんいる。だからお猿さんを見に行こう。立ち入り禁止っていうのは地元の学校が決めたルールだろ。それに僕が一緒なら何も問題ないさ。だってあそこは僕の家なんだから。お猿さん、スカンダ洞窟。東大もスカンダ洞窟も行かないよ。ここからどんだけ離れてると思ってるのさ。んっていうか二人は何しに来たの？今日はフレイマリンの海軍に用があったんでしょ？あ、そうだそうだ、大事なことを伝えに来たんだった。プトラの顔を見るとつい忘れちゃう。大事なこと？まあそんなに大したことじゃないよ。ダメ、バトゥの大したことないは信じない。海上の玄武が観測されたんだよ。どこが大したことないのさ。めちゃくちゃヤバいやつだよそれ。今のはクアンの言い方が悪い。正確には海上の玄武によく似たものが観測されただ。ここの沖合に小さな島があるだろ。あそこで急速な玄武が発達した可能性があるんだ。今は落ち着いているみたいだけど、昨日の夕方くらいからあの辺一帯に霧が立ち込めたって。昨日の夕方、私たちが着いたのもそのぐらいだったよね。海上の玄武そのものが超レアケースだ。万が一そうだとしてもこんな浅瀬に発生するものじゃない。多分あの島で何かあったんだよ。海上の玄武なんて沖で遭難した船がごく稀に見る超常現象みたいなものだからね。他から観測できるような現象じゃないよ。その実態を調査しろっていう緊急命令が出たのさ。まずは海上の玄武かどうか確認しなきゃ。でちょうどいい場所に特鉄隊の精鋭部隊が研修をしているから協力してもらえってね。まあ思っていた研修とはちょっと違ったけどね。それに関しては何も反論できない。でも私たちがいてよかったよ。フレマリの海軍じゃ大規模な玄武への対応ができないだろうからね。車掌さん、みんなを集めて作戦会議しよう。クアンとバトゥにも協力してもらうよ。二人がいれば心強いもん。もちろんクアンはオッケー。強いやつと戦えるなら僕はどこにだって行くさ。海上の玄武、他の玄武と似て異なるものっておばあちゃんが言ってたっけ。絶対に上陸させるもんか。というわけでこれから緊急任務を開始するよ。研修という名目でビーチを満喫していたところ申し訳ないけど急を要することだからみんな協力してね。もちろんよ、それが私たちの仕事だもの。海上の玄武はとても珍しいものなのよね。沖合で起こる稀有な現象だって授業で習ったわ。うん、基本はそうなんだけど今回見つかったのはすぐそこなんだよ。浅瀬にある小さな島なんだけどそこに玄武の発生源がある可能性があるんだ。海の上で発生したのかそれとも島のどこかで発生したのかね。どっちにしても心配だよ。その小島っていうのは浅瀬にあってここから泳いででも行けちゃう距離にあるんだ。まさか泳いで行こうってんじゃないでしょうね。それについては私からご説明します。うわー、パディントン、あんたいつの間に。っていうか今までどこに行ってたのよ。集合かかった時にいなかったからみんな心配したのよ。すぐそこの海の家で研修をしていました。エビとカニの食べ放題について学んできたところです。海の甲殻類についてより一層詳しくなりました。食べてただけじゃない。
海上の玄武が発生した小島ですが、丘から近い浅瀬にあるので早急な対策が必要です。プトラさんのように泳ぎの得意な人ならここから泳いでいくことも可能かもしれません。ですが基本的に皆さん海には不慣れ。そこで今回は最新鋭のボートを使うことにしました。吉野さん、説明をお願いします。最新鋭っていうか、木の小舟を吉野流に改造したものを使います。可愛く見えるようにカラフルなお花で飾り付けしてますが、基本的にはオンボロです。簡単に沈みます。バーカじゃないの？そんなんで海を渡れるわけないでしょ。せいせいせい、落ち着いて。ヤクタン、工業系の吉野がちゃんと仕事しました。皆さん、この小舟の船尾に注目してください。これは吉野の尻尾がたくさんついてるわね。これが吉野の新兵器、名付けてお狐サマーバケーション。玄武石の力を吸って高速回転、車掌がいれば爆速前進走路よ。吉野、あんたなんてもの作ってんのよ。え、そんなマジ顔で言うこと？いつもの面白グッズじゃん。面白グッズなんかじゃないわよ。これシェネブル要塞にあったあのめちゃくちゃ速いトロッコの動力装置よ。え、車掌が鉄分を注入すればきっとものすごいスピードが出るわ。そういうわけです。さあ車掌殿、吉野さんの作った尻尾スクリューに鉄分を注入してください。間違えて吉野の尻尾に注入しないでね。お空の彼方へ飛んでっちゃう。ものすごい勢いで回り出しました。さすがは車掌、お船が今にも飛んでいきそう。冗談抜きで本当に飛んでいっちゃいそうだよ。バトゥ、クワン、水につかないように押さえてて。オッケーオッケー。まったく船は専門じゃないんだけどな。うわ、この船なかなかやるな。バトゥ、そういうのいいからちゃんと押さえて。かなりの出力だよこれ。もたもたしてると船だけどっか行っちゃいそうだね。みんなとりあえず船に乗って、このまま目的地まで一気に行こう。あいあいさ。船旅なんて楽しみ。よいよいせい。ほら、ヤクタンもおいでおいで。乗るって全員は無理でしょ。明らかに定員オーバーなんだけど。大丈夫ですよ、車掌さんの魔力を信じましょう。押さないでよ。乗るから乗るから、ちょっと待って。あと命綱、念のため命綱は巻きましょう。人はいないよね。乗った乗った、いつでも行けるわよ。ちょっと、もう少し詰めなさいよ。私なんて体が半分飛び出してるのよ。ほらそこの小さいの前に詰めて。プトラ、みんな準備 OK だよ。お船で海に飛び出そう。よし、怒りをあげろ。舵を取れ。目標は昔懐かしカニ取り島。カニ取り島？ああ、ごめんごめん、そんな名前じゃないんだけど、私が勝手にそう呼んでるだけなんだ。小さい頃お父さんと一緒にカニを取りに行ってたの。そうなんだ。じゃあその島はプトラにとってお父さんとの思い出が詰まった大切な場所なのね。
この辺の海は全部地元って呼べるところだからさ、思い出なんて語り出したらキリがないよ。この広い海も空も私の思い出だらけ。私にとってのブロセリアントみたいなものね。プトラ、絶対に霧を晴らしましょうね。みんなで協力すればきっとできるわ。うん、もちろんそのつもりだよ。一人で抱え込んじゃダメだからね。何かあったら必ず言ってちょうだい。ヴィヴィアン、プトラ、水に浸かるぞ。全力で抑えてももう止まらない。みんなも振り落とされないように気をつけて。いつ沈んでもおかしくないゴンボロの船だからね。それじゃ揚陸作戦スタートだ。船酔い注意。訓練通りやればきっと大丈夫。こんな訓練したことないけどね。私なんだかドキドキしてきました。一体どれほどの速さで進むんでしょうか。いざ大海原へ。私たち海の上を進んでいます。おお、陸があんなに遠くに。ヨシノたちお魚になってる。ヒッヒー、すごいだろう。これが海。どんな大きな湖もこの広さには勝てないよ。お空と海しかないよ。ほらヨクタン、見て見て。ちょっとヨシノ、動かないでよ。落っこちちゃうでしょ。下は水だから大丈夫。うわあ、落ちるってば。お父さん、みんなを連れてきたよ。いつも列車に乗ってる仲間と船に乗ってる。クアンとバトゥーも一緒だよ。お父さんは今頃海の終点かな。それともどこかの島にたどり着いて新しい生活を送ってる。見守っててね。こっちの海と空がそっちの海とつながっていますように。上陸、周囲に敵へなし。気持ちよかったわね。私たちのあまりの速さに海鳥さんもびっくりしてたわ。ほんと最高でした。吉野さん、また同じような装置を作ってくださいよ。今度はセントイリスの湖で試してみたいです。お客さん困りますよ。そんなにがっつかれると吉野の尻尾が持ちません。クイーンズへ行ったら大はしゃぎね。今日はなんだかいつもより子供っぽく見えるわ。すみません、ゲームが発生したというのに騒いでしまって。少しくらいならいいんじゃない。その分プトラが一層警戒しているみたいだから。クアン、どう、何か異変はあった？遠くには何にもない。霧も怪しい船もない。波の様子もいたって普通だね。問題があるとしたらやっぱりこの島だと思う。さすがはフレイマリン一の灯台森。海の観測でクアンに勝てる人はいないだろうね。クアン、勝ち負けとかどうでもいいよ。クアンは高いところからただ遠くを見るのが好きなだけ。勝ち負けにこだわるのはバトゥーだよね。勝ち負けにはこだわる方だけど、何でもかんでも勝ちたいってわけじゃない。僕がこだわるのは戦闘だけさ。バトゥー、中の方はどうだった？洞窟の方を見てきた。確かに霧がかかってるね。発生源が何なのかはわからないけど、あの洞窟はそこまで深くないはずだ。もし玄武の発生源があるならここからでも感じ取れる。一応島の反対側にも洞窟はあるよ。そっちも見てみようか。ならどこで行った方がいい？向こう側は船での上陸に向いてないよ。船を止める場所もないと思う。
先生、徒歩で行きましょう。ヤクーツク、大丈夫？途中で海に落っこちてロープで引っ張られてきたようだけど。大丈夫じゃないわよ。アトゥ、あんた船尾でぼーっと見てたでしょ。槍を使えば助けられたんじゃないの？うん、助けられたよ。でも助けない方がいいと思って。なんでよ！ヤクーツクがこのぐらいなんてことないわって言ってたから。そういう勝負をしている時に水を差すのは良くないと思って。いや、別に勝負をしてたわけじゃないんだけど。え？自分との戦いでしょ。え？え？ごめんね、ヤクタン。バトゥは勝負事が好きなんだよ。自分にも他人にも厳しいっていうか、趣味が筋トレとか訓練みたいなところがあって。僕の趣味は美術品鑑賞だよ。そうだっけ。とにかくバトゥに悪気はないから、助けてって言えばちゃんと助けてくれるから安心して。そうそう、バトゥはとっても強い。だからクーンじゃなくてバトゥを頼ってね。そういえばバトゥってスカンダ傭兵団の一員なのよね。国境越えのスペシャリスト。魔物でも人間でも容赦なく襲うっていう。あの襲うだなんてとんでもない。盗賊じゃないんだから。酒場で喧嘩があれば必ずと言っていいほどスカンダ傭兵団の人がいる。バトル大好き、お酒大好き、それがスカンダ傭兵団。バトゥはその中でもとびきり喧嘩早い。可愛いから旅人によく絡まれちゃうんだよね。でも売られた喧嘩は絶対買うから揉める揉める。さすがは棟梁の孫娘だね。棟梁の孫娘、通りで立ち姿がプロっぽいわけね。バトゥさんはスカンダ傭兵団の次期棟梁候補。クアンさんはあのヒンチリさんに喧嘩を売った勇者。今回の助っ人はとっても頼もしいですね。ヒンチリ教官に喧嘩を売った？そんな野蛮なことはしてないよ。ただ校舎の上に登って遊んでたら降りてこいって怒られたから、お猿さんのふりをして逃げただけ。なんて恐ろしいこと。あんたが一番の悪じゃないの。悪より猿の方が好きだよ。フレイマリン出身の方はおおらかで自由奔放で変わった人が多いですからね。いい意味でも悪い意味でもマイペースです。何にも縛られず自由に生きる、それが海の女。ウッキッキ。まあ実際クオンは灯台に縛られてたんだけどね。なんだかプトラが普通に見えてきたわ。あの子、やっぱりフレイマリンの中じゃまともな方なのね。クイーンズウェイ？どうしたの？いえ、気のせいならいいんですけど、洞窟の方から人の声がしませんか？人の声？ヨシノには風の音にしか聞こえない。そうですか。きっと、洞窟の中で音が響き合ってるんじゃないかな。海の音と風の音が混ざって人の声みたいに聞こえるの。さっきお船の上でバトゥーが言ってたよ。バトゥーのお家もこういう音がするんだって。私の気のせいでしたね。風の音が人の声に聞こえるなんてなんだか不気味です。車掌さん？もしかして車掌も人の声が聞こえたの？私も男の人の声が聞こえます。なんて言ってるかはわからないんですけど、とても苦しそうな声でこちらに呼びかけてくるんです。うめき声って言うほどじゃないですけど、それに近いかも。何何？
どうしたの？クイーンズウェイと車掌がこの洞窟から変な声がするっていうの。車掌はここに来てからずっと同じ声が聞こえるんだって。プトラはどう？何か聞こえる？いや、何も聞こえないけど。言葉の内容までは聞き取れないんですけど、痛みに耐えながら必死に訴えかけてきているようです。もしかしたら洞窟の中に遭難者がいるのかもしれませんよ。こういう時のバトゥだね。洞窟のことならバトゥにお任せ。スカンダ洞窟は丘の洞窟だ。海の洞窟とは違う。そう言わずに、ほら、耳を澄ませて。やっぱり何も聞こえない。私も風の音しか聞こえないわね。私にも聞こえないわ。森の洞窟だと風の音を女の人の歌声と間違えることはあるけど、男の人の苦しそうな声って言われると全く。あれ、皆さん聞こえないんですか？私には結構はっきり聞こえたんですけど。パディントンも？聞こえたってどういう声？クイーンズウェイさんと車掌殿がおっしゃる通り、苦しそうな男性の声が聞こえます。確かにこれは何て言っているかまではわかりませんね。三人とも全く同じ声を聞いているってわけね。車掌さんとクイーンズウェイ、パディントンにしか聞こえない声か。三人には共通点がある。何？共通点って。全員セントイリスの人。生まれも育ちもセントイリスの都会っ子。確かに。すごいわ、吉野。よく気づいたわね。お礼に尻尾をなでなでしてくれたら嬉しい。でもここはフレイマリンよ。プトラたちにしか聞こえないって言うならともかく、どうしてセントイリス出身の人にだけ聞こえるのかしら。神託を受けたっていうわけじゃなさそうね。そもそもクイーンズウェイは巫女じゃないし。でもこれではっきりしたね。この島には何かいる。そして僕たちはそいつを倒して霧を晴らす。全然はっきりしてないよ。まだ戦うかどうかはわからないでしょ。どうして？この島は玄武に包まれている。発生源を叩いて霧を晴らすのが僕たちの仕事だろう。そこはバトゥの言う通りだよ。でも車掌さんたちに何か伝えようとしている人が、必ずしも倒すべき相手だとは限らない。本当に助けを求めている人がいるかもしれない。体があってもなくても、二人とも海の女ならわかるでしょ。クアンはわかるよ。僕だってそのぐらいわかるさ。ちゃんと調査をして原因がわかったらっていう話だよ。バトゥがいれば何も心配ないと思ってる。でも海に慣れてない人たちが多いから、いつもよりもうちょっと慎重に頼むよ。了解。安心して。基本的にプトラの指示に従うから。でも来たからにはちゃんと仕事を完遂したいな。このままここでじっとしてても問題は解決しないよ。先行して調査を進めてよ。この島に一番詳しいのはプトラなんだから。そこなんだよね。実はこの洞窟そんなに深くないんだよ。すぐそこで行き止まり、今見えてるところまでしか進めないんだ。どこかに隠しトンネルでもない限りね。なら隠しトンネルを探してみましょう。ビビオン。だって何もないところにゲームは発生しないでしょ。それにもしかしたら助けを求めている人がいるかもしれない。やれるだけのことはやってみないと。そうだね。よし、みんなで手分けして洞窟を調べてみよう。風の通り道がある場合は音が聞こえるから、おしゃべりしないで静かにやろうね。ああ、
空と戦う術を身につけよ。敵は雲の中から我らのすべてを見下ろしている。あれ、私今何か言いました？